大事なのはねあの挫折しないことじゃなくて挫折をたくさんできることが大事なんですよ、えー、じゃあですね今日、えー、のテーマなんですけれども今日何かというと、えー、勇気をかきたてる7つの方法、えー、理不尽な現実にかすための心理学というのが今日のテーマ、えー、でございます全部で7つの、えー、と理不尽にですね皆さんが見舞われた時にどうやってこう立ち向かうか で、人間って、まあ、当然、ま、あ今の世の中の風潮って、理不尽なので理不尽な人が悪いよね、と。その、なんだろう、えっ、ー、とね、その、一生懸命頑張って戦ってる人とか、なんかそういうね、なんかそのね、あの、ね、不備な条件ある人っていっぱいいると思うんですけど、で、そんな中でも、なんかこうと、特に最近はさ、僕が思うにね、最近のこう風潮って、なんかこう、みんな悪くないみたいな、うん。 感じじてていいくじゃないですかその理不尽されてる方が悪いんだって確かにそうなんですよ僕もそう思います僕もやっぱりテレビとかそうだしいじめられたこともあるんで理不尽な方が悪いんですよ理不尽な状況に追いられてる人ってのは常にかわいそうなんですだから助けてあげなくちゃいけないそれはわかるそんなことはわかるだから自分たちは悪くないよねかわいそうだよねって 思うんだけど、それでなんか人生変わるのって話なんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、別にその、ね、頑張ってる人たちが悪いとか、ね、その人たちの頑張りが足りないとかっていう話じゃなくて、現実問題として、その、理不尽な状況に至ることって、人生の中で必ずあるんですよ。で、理不尽な状況に陥るたびに、そういう扱いをされるたびに、世の中に対して文句を言っても、自分を取り巻く環境に対して文句を言っても、何も変わらないんですよ。 だから皆さんが選べる人生は2つです理不尽や困難と戦って勝ち取るというタイプの困難と立ち向かう人生を選ぶかそれとも困難に陥るたびに自分は悪くない周りが悪いんだ環境が悪いんだっていうふうに言ってで結局その困難から抜け出せないずっとしんどい状況にいること、えー、どっち選びます困難と立ち向かってそれを一瞬でのうちにね 一瞬とは言ってある程度時間かかると思うんですけど、乗り越えていく人生なのか、それでも困難に陥るために、その上でうずくまって動かなくなって、他人に助けを求めるだけの人生、さあ、どっちって。 今日のですね、メインメインの研究はですね、2021年ニューロリーリ、ニューロリーダーシップインスティテュートっていうところの、デイビッド・ロック博士という方がいまして、この方が先行研究、要するに過去に行われた様々な困難に立ち向かう勇気をつけるためのですね、方法について調べた研究を、こう、それを僕が今日は皆さんに使える形で解説するというのが今日のテーマになっております。ぜひやってみてください。じゃなんですけど、まずは皆さんに覚えておいてほしいのは、自分が辛い状況になったりとかしんどい状況になった時に、耐えなく ちゃいけないとか頑張らなくちゃいけないとかねなんかこうで、ね、立ち向かうって言ってるけどもうね厳しい戦いを乗り越えなくちゃいけないって思うと挫折しますなんでかっていうとあのー、実はねその厳しい状況とか困難を乗り越えるのに一番重要なのって想像力なんですよすでに答えが見つかってるものに関してはもちろんねあの d ラを見てもらってもいいだろうし本とか勉強すれば答えはあるんですでも人生の問題って個人個人それぞれ あの、ちょっとずつ違うんですよ。例えばじゃあ、恋愛とか結婚に関する問題とか失恋に関する悩みっていうのがあったとしたら、例えば結婚相手がなかなかできませんとか、夫婦関係悪いですっていう悩みはみんな持つ悩みでしょところが、これをどう突破するかとか、二人の関係がどういう関係かとか、収入がどれぐらいかとか、そういうのによって解決法が変わってきますよね。だから基本を勉強して、あとはアレンジすること。もっと分かりやすい方をすると、工夫をすること。これが大事なんですよ。で、だから僕がもう毎回困難に立ち向か にですね、あの困難にです、ね、晒されるた、ね、あの、考えるのが。 もちろんね、自分の悪かったところを反省したりとか、へこたれなのに頑張るぞって思うのも大事なんだけど、重要なのはやり方を少しずつ変えることです。つまり、工夫することです。想像力を働かせ、工夫することの方が大事なのに、大体の人たちは根性って考えて、もう、工夫をしないんですよ。ただひたすらぶつかるだけ。ね。まあ、当たり前ですよね。ドアをこうやって引けば開くドアに対して、押しても開かないから、一生懸命こうやって毎日毎日、こうやってね、うわーって走ってて、バーンってこうぶつかってってことをひたすらやったらどうなるかって言ったら、まあ、当然ですけども、体がボロボロになりますよね。でも絶対 ドアは開かかかななないいじゃないですか体でぶつかった引き戸なんだから、はい、と同じことになっちゃうんですよだから大事なのは開かないドアについてボタンがあるかなとか取っ手があるんじゃないかな引くのかな押すのかなそれともスライドかなとかいろいろ考えて試すことによって困難ってのは突破できるんですだから困難を突破するのは根性でも努力でもないです想像力と工夫です、はい、それをまず覚えておいてほしいんですよねだから僕もどうでもいいことでもめちゃくちゃ工夫するようにしてます あの、フルで見るのであれば、ぜひ皆さん上に書いてありますが、えっと、コメント欄の方から d ラボをチェックしてみてください。d ラボは知識のネットリックスを目指しまして、人生を変えるためのいろんな心理学をですね、かりやすく解説してますんで、ぜひですね、え、概,概要欄またはですね、あの、生放送が終わった後は、え、コメント欄の方から d ラボもチェックしてみてください。フルで見たい方は、ぜひ概要欄の方から D-Lab を入ってみてください。損はしませんので、数千の動画がありますんで。はい